ヤッホー、サオリです。ドラクエ10やっていきます。さて、暁の神殿、はい、一番奥に進んでいきたいと思います。この扉の奥に鶏の湯、悪しき者とやらがいそうな気配だな。準備はいいか、サオリ？ヒューザが言ってくれております。じゃあ行こうぜ。さあ、何が待ち受けているのでしょうか。何？あ、トウ君。トープス。まあ、その声は突然消えたと思ったらこんなところに閉じ込められて。まさか、ティセ、どうやってここまで。誰がそんな場所に閉じ込めたの？そこからすぐ出してあげるからね。トープスを助けよう、隊長さん。そうですね。こっちに来ちゃダメだ。すぐに逃げて、あいつが。何？ん？ねえ、こいつ。うるせえな。せっかく気持ちよく寝てたのに起きちまったじゃねえか。何者や。なんでこんなとこで。なんだお前ら。めちゃ寝てたみたいけど、いや、こっちのセリフやから。なんやねんな。主様に見張りを頼まれたけどよ。こりゃ退屈すぎて寝ちまってたよ。おはようございます。逃げてなくてよかった。いい子でそこに入ってろよ。許せない。あんたがトープスを閉じ込めてたのね。お前見覚えがあるぞ。メネット村で花に囲まれてたやつだな。な、何よ。眠ってる時は結構可愛かったけどよ。喋ると生意気なんだな。なんで知ってるんやろ、寝てる時の姿。やっぱ主様の言う通りだな。人間どもは悪夢に苦しんでる時のがずっといいわ。もうちょっと頭にハテナマークやけど、こいつはちょっとねえ、悪者っていうことだけは分かる。胸クソ悪い野郎だ。おい、二人とも俺の後ろに隠れてろ。学校ええやんか。おりゃ悪夢に踊ってんだ。お前らにもう一度最悪の悪夢を見せてやるよ。えらい。そうはさせんわい。ゴケゴーカー。緊張感がないのよ。わー言うて倒れてしもたわ。あー、びっくりした。そうか、お前がいたっけな。あ、コッケン様のこと知ってる？こいつ。せっかく悪夢を見せてもお前がいるとすぐに目覚めさせちまうんだったな。どういうこと？しゃあねえな。めんどくさいけどお前ら全員殺すしかなさそうだわ。うん、急になんか。じゃ、敵意を、そういうことで。敵意をむき出しにしてきたけど。我が輩が力を貸せるのはここまで。あ、そうなの？あの不届き者をぶちのめしてご主人様を救うのじゃ。うん、コッケン様のコケコッコーも、うん、ちょっとは効果があるんじゃないかな。なんか食らってるやろ、多分。ここは僕が戦うから、ヒューザは二人を頼んだよ。それじゃあ行こうか、隊長。あー、座る。ああ、
頑張ろう。えひえひ言うて。はい、じゃあ強いで行かせてもろて。悪夢入道、なんやこいつ、どういうことなんやろうね。眠らせるのが得意なようだ。気をつけて戦おう。おお、キョクケ、アクシャラミ召喚して。はい、今日もフレンドさん、ユウスケさん、マッコさん、よろしくお願いします。旅芸人バトルマスターの方々でございます。今日私は久しぶりに天地雷鳴しで来てみました。というのも現場がね、強くなりました。今さらなんですけど、レベル120解放クエストを最近したので、ちょっと使ってみたいので、はい、ちょっとね、はい、よいしょ、収束。あ、なんか久しぶりやな。いい感じです。あ、天地冥道の院とか使っとく。よいしょ。なんか寝てる、誰か寝てたけど、誰が寝てたんや今。え、分からへんかったわ。よいしょ、はいはいはい、おいで。どうしたらいいかな。ちょっとピオリムでもかけとこっか。よいしょ。どんな攻撃してるこの人、ちょっとあんまり見てないんやけど。眠らせてくるって言ってたけど、眠り体勢多分ついてたと思う。うん、バンマとか言ってたんで多分ついてるはず。はい、でも、何したらいい。マジックバリアもしとく。いるかな。呪文売ってる。ちょっと見てなかったんやけど。あー、呪文売ってるわ。オッケー。あ、天地できてよかったね。よいしょ、はいはい、オッケー。これでマジックバリアがかかったので、私もここからガンガン攻めていきたいから現場解放もう一回やっとく。最低最悪な悪夢に飲まれろ。何何何、そう、何度も同じ手には乗らないよ。おー、ちょどうしたらいい。あ、アースバル、センキュー。目覚めたかい。あ、強制的に寝ちゃう。あいつを倒そう。ああ、倒そう。あ、寝た。なんか分からんけど、寝た。ちょ、何。さあ、レイジバルス。あれ、ちょっと待って。大暴れするがいい。あのさ、くしゃらみおらん。くしゃらみおらんくなってる。ちょっと、いろいろ見てたから。はい、くしゃらみ読んで。すいません。くしゃらみがかなり強いバフをかけてくれるはずなんでね。大事。すいません。ゲンマを呼ばない、天地雷鳴士なんて。もう用なしですからはっきり言ってね。よいしょ、はい、くしゃらみ頑張って、はい、みんなのね、みんなの強さアップしていただいて、現場解放したらなんか強いバフをかけてくれるはず多分。お、ミス、ナイス。マジックバリアかけまくっとこう。切れないようにしとこう。あれ、倒した、早っ。あ、毒も入ってたし、私のハリーも大活躍したかもしれない。弱かったね。ありがとうございました。お前らめっちゃ強いのな。強いのよ。あとは主様頼みますわ。主様誰。冷えた。トープス、トープス、トープス、来てくれてありがとう。俺の力だけじゃどうしても抜け出せなかったんだ。うん。ご主人様、何よりです。神殿の中が突如悪夢に侵略された時は誠に肝を冷やしましたぞ。かけですが、ご主人様、まるでただの人間のようなそのお姿は一体。見ての通りだよ。もう俺には悪夢に対抗する力など残っていない。だから元の姿には戻れないみたいだ。元の姿とは。元の姿、どういうこと。混乱させてごめんね、ティセ。俺はメネト村の守護天使トープス。メネト村を眠らせたのは俺だったんだ。トープスがメネト村の守護天使、合ってたね。ちょっと前回そうかもって言ってたけど、ほんまそうやったんや。まさかやな。やっぱり君が守護天使だったんだね。アスバルは呼んでたの、この流れを。うん、はるか昔、俺たち守護天使は滅びゆくゼニアスから自らの守護する人々をそれぞれの手段で守ろうとしたんだ。うん。俺はメネト村のみんなをいつか救いが訪れる時まで眠らせることにした。眠り続ける限り、
年も取らないようにしてね。しばらくはそれでよかったんだ。でもメネトのみんなが悪夢を見るようになってから状況は変わってしまった。この地にジアクトが襲ってきた時の恐怖の記憶がみんなの心を蝕んで、次第に悪夢となって現れるようになった。そして長い年月の間、皆の夢の中で繰り返された悪夢はやがて実態を得て一人歩きを始めてしまったんだ。俺は何度もその悪夢を消し去ったけど、悪夢は蘇って村のみんなを襲った。そのうちに俺自身も消耗してしまって、最後は仕方なく自分と一緒に悪夢をそこの棺桶に封印し、眠りについたんだ。そうしたら俺も悪夢に侵食されてしまった。以前眠ったメネト村で君たちと出会った無力な俺は、守護天使の俺が見ている夢がさまよっていたものだったんだよ。あ、なるほど。なるほど。だから以前の君は棺桶の中の君が目覚めることによって突然消えてしまったんだね。じゃあメネト村のみんなを黒い影にしたのは、君と一緒に棺桶で眠っていたはずの悪夢ってこと？ああ、メネトの悪夢は皆が悪夢を見るたび強大になっていった。今ではもう消耗した俺の力ではとてもかなわないほどにね。ごめんよティセ、全ての元凶はこの俺だ。いやでも守ろうとしてくれた結果だから、俺は自分のせいで生まれてしまったメネトの悪夢を倒さなきゃいけない。それだけが俺にできる罪滅ぼしだから。さっきのやつとは別のやつってこと？悪夢なのに、俺にはもう守護天使の力が残っていない。今の俺はただの無力なガキだ。そんなことないよ。力ならここにあるじゃない、キセちゃんの花冠に。これ？そっか、ティセちゃんだけ影にならなかった理由がこの花冠に隠されている。私ずっと不思議に思ってたの、メヌト村が悪夢に襲われた時どうしてティセちゃんだけが無事だったのか。すやんな。その花冠のおかげだったんだよ。だってそれからすっごく強い創生の力を感じるもん。ポルテちゃんの特殊能力、創生の力を感じる。うん、夢の中でもティセさんを守ろうと力を込めて花冠を作ったのだろうね。ならばその冠をトープス君に戻せば。わかった、この花冠大好きだったけどあなたに返すよ。受け取ってトープス。おお、天使に、天使の姿に。見た目はこのまんまやね。トープスくんのまんま。羽と、そのお姿を拝見するのは何万年ぶりですかな。よくぞよくぞお戻りになられました守護天使トープス様。ティセやポルテ、みんなのおかげで俺はやっと守護天使に戻ることができた。本当にありがとう。こちらこそ、会えて嬉しいです。あ、飛んだ。目覚めよ暁の眷属たちよ。おー、みんな寝てた。みんながコケコッコーって起こした人もいるけど、人というか眷属やから、なんて言ったらいいんやろ、この棒っていうか。あれほどかかった闇が一気に晴れた。さすがは守護天使様といった感じだね。すごい。これでこの神殿はもう安全だよ。さて次はメネト村のみんなを助けに行かないといけないね。うんうん。
いでよ悪夢への夢しよう。どういうこと？なんか出た。メネト村の皆が囚われている悪夢の世界へ道をつないだよ。ここからメネトの悪夢と最後の決着をつけに行こう。そっか、パーって言って影になってしまった村人たちを起こすと思ったら、こっから夢の世界、悪夢の世界へ。我が輩がお供できるのはここまでです。この神殿を守護しなければなりませんでな。ご分を祈っておりますぞ、トープス様。コッケン、ありがとう。コケコッコー、コケ疲れたんかな。いや、おかげで愉快な旅ができました。はい、というわけで、このなんか悪夢へ続く道ができましたんで、ちょっと悪夢の世界に飛び込むっていうのはちょっと怖いけど、行くしかないよね。はいはいはい。あ、ここから悪夢に沈んだメネト村、何それ、行ってみますか。緊張すんな。やってきた。あ、全く形は一緒ですね。みんな寝てるな。カチ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 、何？恐ろしいほどの高速でひたすら歯を鳴らしているようだ。もう悪夢で怯えちゃってもガタ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 みたいな、そういうことか。え、怖いな。天井をやつらが走り回る音が聞こえる。寝ている間に顔に落ちてきたらと思うと恐ろしくて眠れないんだ。やつらの足音がちょっと聞こえるだけで鳥肌が立っちまって一睡もできない。こんな地獄なら死んだ方がマシだよ。あ、寝てるように見えるけど、あ、ちゃうか、悪夢を見てんのか。え、立ちながら寝てて、そしてその上悪夢を見てるっていうこと。悪夢っていうのが、ジアクトの夢なんですよね。ジアクトが襲ってきた時の夢。キャー、やつらのせいで私の大切なお財布に穴が、中身が空っぽじゃないの。ちょっとなんか悪夢というにはちょっと優しめの悪夢やけど、バザーで稼いでコツコツ貯めたのにもう生きていけないわ。まつらいっちゃつらいよね。悪夢、あ、もうニワトリも怯えちゃってるわこれ。なぜかニワトリが木の枝をかじっている。ふんふん、大切にお預かりしていたお客様のお召し物はこちらですって。ああ、お召し物が穴だらけに。この服って確か100万ゴールドの価値があるって自慢されたようだ。それは怖い、それは怖い、無理よ、そんなお金とても払えないわ。どうしようどうしよう。これは悪夢ですね。え、お部屋に奴らが出たですって。すぐお部屋を清掃させていただきます。本当に申し訳ありません。え、もういいから帰るですって。そんな、掃除すれば絶対に大丈夫ですから、お客様どうか帰らないで。うん、必死に対策しているのに、これで100件目のキャンセルだよ。奴らのせいで宿屋は廃業だ。ちょ、みんなお仕事にまつわる夢を見がちっていう、ちょっとリアルでおもろいな。これはティセちゃんのお父さんかな。おごごおごこうして石でも噛んでないと歯が伸び続けちまって大変なんだよ。はい、どうやら口の中に石を詰め込んでかじり続けているようだ。あー、なんか怖い怖い怖い。もう人それぞれの夢を見てる感じするけど。どう、このドレス素敵でしょ。え、背中が妙に膨らんでるって。そういえばなんだか背中に動くものが。ひひ、背中をかじられてるわ。お願い、誰か取ってちょうだい。これは怖いな。メネトの悪夢ってやつはマジで悪趣味だな。住民を何度も苦しめて、しつこいったらないぜ。同感だよ。この手の輩に遠慮は無用だね。うん。さあ、一番奥に行くんですね。宿り木広場ってとこね。ほら、大鍋いっぱいにシチューが完成したわ。すっごくいい匂い。よく煮込んでるから、肉も骨も尻尾も全部ホロホロになって美味しい。肉の正体が奴らなんてわかんないでしょ。ああ、ちょっとゾッとしますね。一見幸せそうかと思いきや、ああ、長老はどんな夢を。キキキキキ。不気味な声を上げながら一心不乱に、酔いと暁の伝承と書かれた本をむさぼり食っている。恐ろしい。みんな夢を見て、ヒッヒッヒ。憎きあやつらをどう始末してやろうか。串焼きか、釜茹でか。なんせ小さくて食べ出がないからね、たくさんとっ捕まえてまとめて地祭りにあげてやらんとね。なんか人、性格によるのか。なんか自分が恐ろしい側になってる人もいるんですけど。コケコケケコケ、あちゃ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 。はい、ではこの先、悪夢の宿り木広場になってる。悪夢の宿り木広場、行ってみたいと思います。ちょ、どこやどこやどこや。あ、ここやここや。はい、入りますね。あ、不気味なフクロウらしき顔が浮かんでいる。
ほうほう、なんだてめえら。人間どもはみんな仲良く悪夢の中のはずだ。こんな場所にいるはずねえよな。ほほほ、わかったぞ。お前らさては主様の手下の中でもめっちゃ下っ端だろ。道理でこの俺様が知らないわけだぜ。俺はもともと宵の神殿の門番をやっていたが、主様の悪夢に見せられて守護天使を裏切った極悪非道のフクロウさ。悪や悪、主様はただいまお取り込み中なんで、雑魚どもにかまけてる場合じゃねえんだよ。さっさと帰んな、シッシッとは言われましても、大事な用があるから何としても通してもらうと食い下がった。さすが主人公。おほー、大事な用があるから通せって。ならお前が主様に合わせる価値があるって俺様に証明してもらおうじゃないか。ここにいる哀れなメネトの住人どもは主様特製の悪夢をお楽しみ中だ。自白との悪夢ってわけではなかったんか。お前はそれが何の動物の悪夢かわかるか。俺様は知ってるぜ。当たり前だろ。さあメネトの村人を苦しめている動物の名をチャットの周りにで言ってみろ。めっちゃ話聞いてきたけどな。あの門番、ここにいるメネトの住人が悪夢を見てるって言ってたよな。なら住人の寝言を聞けばわかるんじゃねえか。そういう観点で聞いてなかったからわかんないや。でもなんかちっちゃい言うてたな。ちっちゃいからなんか鍋にしてなんかね、この人がほらほらほら憎きあやつら、小さくて小さいっていう感じで、でこのシチューを作ってる人は、肉も骨も尻尾もホロホロ、尻尾がある動物っていうことですね。耳を塞いでもカリ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 、かじる音か。尻尾があって小さくてかじるネズミ、ネズミかな。あ、預かり屋さんもなんかかじられて服に穴が開いたみたい言ってたし、あと宿屋の人もさ、なんか部屋にあいつが出るようになってからキャンセル続きって言ってて、あ、ネズミと思うとしっくりくるんで、多分ネズミで合ってるでしょう。はい、じゃあネズミどうでしょうか。おほー、ネズミ、そうか、なるほどな。いや、すっきりしたぜ。あ、合ってたっぽいわ。で、もちろん俺様は最初から知ってたけどな。俺様は優しいからお前に合わせて納得したふりしてやったんだ。まったくネズミなんてしょぼいやつを恐ろしい悪夢に変えちまうなんて、主様はやっぱすげえんだな。お前も結構やるじゃねえか。雑魚じゃないって分かったことだし、それじゃあ取っていいぜ。ということでネズミの悪夢を見させられていたらしいです。はい、この先に俺の宿敵メネトの悪夢がいる。今のあいつは恐ろしく強いから厳しい戦いになると思う。やって、トークンというか守護天使トープス、トープスが守護天使。ちょっと回復してきた方がいいかな。手持ちの魔法の聖水でなんとか回復しました。 MP 若干足りてないけど、まあまあいけるでしょう。はい、じゃあ飛び込んでみたいと思います。はい、ありがとう。怖いけれど君たちがいてくれて本当に心強いよ。守護天使様がいるからね、我々も心強いですよ。さあ入ってみましょう。真っ暗なんですけど、どういうことこれ。誰か来た。あれ、これ夏お兄ちゃんじゃない、やっぱり。私がドレアをしたかっこいい夏お兄ちゃん。なに、なんか笑ったと思いきやちょっと影になっちゃった。これは悪夢を見せられている。ああ、アンルシア。アンルシアも影になって消えちゃった、はあ、これは恐ろしい悪夢やで。お父さん、アドレ、お父さん、また消えるんでしょう、どうせ。やっぱり影になって消えちゃった。主人公の目が行ってしまっている。大丈夫、それはなんか見せられているだけのただの夢やから、大丈夫。ああ、早速やられてますやん。隊長、これは夢だ、取り込まれちゃいけない。
はい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 、目覚めて目覚めて。大丈夫？なんか目がまだうつろやけど。あ、光が差し込んできた。目覚めるんだ隊長。さすが守護天使。おお、普通にあの広場ですね。よかった、みんな悪夢を見てたんかな。今のは。最悪なもん見せやがって。それぞれ悪夢を見てたっぽい。その内容ちょっとだけ気になるけど。あ、出た、強そう。私の悪夢は現実と区別がつかないのが檻なんですよ。さっきの明らかに夢って感じやったけどな。この広場に入ってきた時からあなたたちはもう私の悪夢に取り込まれていたんです。あー、トープスがいなかったら。さあ今は、ね、大変なことに。現実？それとも夢かな。あなたたちは本当に目覚めていると思う？確かに悪夢の世界に入ってきたから寝てるかもしれない、ね、お前の悪夢には屈しない、うん、何度だって皆を救い出してみせる。ほんまや、メネトの皆さん悪夢に苦しんでる。かわいそうすぎるわ。久しぶりですね、トープス。天使の姿でのお目見えはいつぶりでしょう？あ、知り合い。あなたがメネト村を眠らせてくれたおかげでこの私が生まれたわけですが、そろそろ自由にやりたくなりましてね。私は気づいたんです。あら、まあ、このゼニアス全土が我が悪夢に沈めば私を邪魔する者はいなくなると。むっちゃなんか野心家になってしまったね。お前との付き合いも長くなったけれど、もういい加減うんざりだよ。ここで決着をつけよう。笑わせてくれますね。メネトの、この何万年かの間メネトの住人がどれほど繰り返し悪夢を見たと思っているんですか？この魔物の姿になってからも結構長いってこと。長い付き合いって言ってたし。おお。その度に私は力を増し、今や私の方がはるかに強大なんですよ。何度でも悪夢に引きずり込んであげます。トープス君、僕も手伝うよ。あいつの悪夢から隊長たちを守ろう。スバルが加勢。お、いいですね、バリアみたいなのが、結界が張られました。その間にヒューザーと一緒に叩きのめす感じ。今度は俺の出番だな。いいね、思いっきり暴れてやるぜ。ワクワクしますね。やっつけちゃいましょう。よし、二人がねちゃんと守ってくれてる間に、はい、ちゃちゃっと片付けちゃいましょう。いいでしょう、死んだ方がはるかにマシだったと思うような、むごたらしい悪夢を見るがいい。そうはいきませんよ。うわうわ。はい、では強そうですけど頑張りたいと思います。メネトの悪夢。はい、クシャラミをしっかり呼んで、さっきと同じメンバーで頑張っていきます。なんか狭いね、ここ嫌やねんけど。狭い狭い。現場解放して、そっかそっか、メネと、ね、悪夢を見ていた、住民たちから生まれた、なんか分かりにくいな、なんかこいつの存在が説明が難しいけど、そう、ジアクトの悪夢に苦しめられていた住民の悪夢という、ものをちょっと待って戦いながら頭の整理をするのは難しい。100戦連負けで。おいいね、ヒロタ頑張れ。マジックバリアいるか分からんけど、しっかりかけときたいと思います。ほいで、何の話してたっけ。そうその悪夢をトープス、トークンがちょっと一手に引き受けて、
閉じ込めた結果こいつが生まれたということですね。実体化してしまったというか、なんというか、そういうことか。なるほど。でこいつがさらなる悪夢をメネトのみんなに見せていたっていうことか。てか悪夢の世界やからここの住民たちは実体する住民ではない。さあ、まどろみの中で戦いに集中しましょう。まどろみの中、百戦錬磨切れ。これまた寝ちゃいそうじゃない。え、これ何加減になっちゃったんですけど、どういうこと。片方には攻撃が効かねえぞ。あ、そうなんや、どっちや。攻略を探すから本体を弱らせてくれ。え、本体ってどれ。これ、これ、合ってる。待って、これ、これ、本体合ってる、合ってるかな。あ、合ってた、よかった。おう、弱らせればいいんですね。ちょ、ヒューザがなんか対策を考えてくれてるらしいねんけど、どういう感じやろう。ハッスルダンス踊ってくれている。ちょ、待て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 、やめてやめてやめて。ちょ、ピオリもかけ直しとこっか。はい。この右の、あ、まあ色が変わってたからよかったね。こいつでも食らえ。はい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 。あ、そうそうそう、なんかもしかしてさ、白文字のまんまやったら、このね、メネトの悪夢今なんか色が黄色に変わってくれてたから、こっちがまあ本体やっていうのは分かったけど、色変わってなかったら全然分かんなかったかもしんないね。あ、よかったよかった。おお、どこどこどこ、これこっちに受けて、はい。ああ、食らっちゃうのね。まあ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 、まあまあ、そのうち倒せそうですけど、くちゃらみは消えそうか。大丈夫か、大丈夫そうなんで、このまま行きますか。あ、そうか、天地冥道の印を踏んだんですね。あ、オッケー、倒しました。ああ、全然何のことはなかったです。はい、強かったね我々。うん、悪夢倒しました。悪夢倒したっていうのもいまいちよくわからんけど、これで終わりだと思わないでくださいね。倒した倒したって、何、もう言って、そういうしぶといやつ。人々の心に刻まれた恐怖の記憶がある限り、私は何度でも蘇る。まあ、たまには悪夢にうなされるっていうことはまあね、多少はあるのかもしれないが、ね、自悪との恐怖を思うと。その時を何待っていてください。もういいです。はい、さようなら。あ、よかった、そのまま消えてくれたわ。その時は何度だって俺が消してやるさ。うん、トップス。みんな無事でよかったわ。ティセ、よかった。もう全部終わったから安心していいよ、うん、メネト村のみんなも元に戻ってるはずさ、うん、やれやれ。なんだか天使のトープスって大人っぽくて変な感じ。さあ早く本当のメネト村に帰ろうよ。と天使のトープスを見たらみんなびっくりするんだろうな。大丈夫かな、天使の姿でみんなの前に現れて。ティセ、ごめん、俺はもう村には戻らない方がいいと思う。あ、どうして。だって俺が村を眠らせていた元凶だった。それどころか悪夢を生み出して長きにわたりみんなに苦痛を与えてしまったんだ。申し訳なくて、とても村には帰れない。そんな、夢の中で約束したじゃない。一緒に黒剣祭りに行こうって。みんな絶対トープスの帰りを待ってるよ。トープス、ね、一緒に帰ろう。ねえトープス。俺はいつかティセたちに豊かな世界で生きてほしかったから、皆を眠らせるって決めたんだ。目覚めてしまったらみんな年も取る。この救いなき大地で一生を終えることになる。全部意味なかったんだよ。もう怒った。バカトープス、天使に戻っても相変わらずうじうじしてんのね。あん
たこそいい加減目を覚ましなさいよ。ここいた。もうあんたが村を眠らせたのはみんなを守るためだったんでしょ。そんなの説明すれば分かってくれるよ。それにたとえ私たちを守るためでも眠り続けてるのって退屈だった。目覚めてからの方がずっと楽しいよ。このままメネト村で一生過ごすことのどこが悪いの？私はメネト村が大好きだよ。村のみんなも絶対そう思ってるよ。そうなのかな。余計なこと言うやつがいたら私がそいつをとっちめてやるから。さすがティセだ。眠ってる時からずっとティセは俺の一番の味方でいてくれたよね。そうよ。だから安心して、一緒にメネト村に帰って国慶祭りを楽しもうよ。ねえトウ君、君はメネト村を眠らせたことに意味がなかったって言ってたけどさ、君がみんなを眠らせていてくれたからこそ私たちと出会うことができたんだよ。意味がなかったなんて絶対にないよ。そうかもしれないね。ありがとうポルテさん。どういたしまして。それじゃあ、みんなで一緒にメネト村に帰りましょう。うん、はい、沙織たちは悪夢の世界を後にし現実のラランブラ参道へ戻った。はい、帰ってきました。いや強かったねティセちゃん。そっか、寝てる間もずっとああやってね、ちょっと頼んないトープスの話し相手をティセちゃんが引き受けてくれてたのかもしんないね。まあね、トープスは守るために眠らせたという。はい、で目覚めて今からこうメネト村を楽しくするためにですね、このゼニアスをですねもっと活気ある場所に我々が変えていきたいと思うんですよ。ね、喪失の呪いがねちょっとゼニアス全体を襲う前にね、村はだって村の皆さん残ってくれてますから、結果的にそう、あの眠らせてくれてなかったら喪失の呪いが襲っていたかもしれないし、いやちゃんとやっぱり守ってくれていたんですよね、トープスくんは。ま、我々と出会えたっていうのはなんかさまつな何やろ、なんかポルテちゃんがね私たちと出会えたしとか言ってたけど、ま、それはなんかメネト村の人々からするとさまつなことというか、なんというかちょっとおこがましいというかそれをね、うん、なんかだからよかったじゃないっていうの、ちょっとなんかねちょっと恥ずかしかった、なんとなくうん、まあいいや、じゃあちょっと戻りたいと思います。沙織たちがメネト村に帰ると村の住人はすっかり元に戻っていた。そして村中大急ぎで国慶祭りの準備が進められ、ついに宿り木広場にて国慶祭り当日となった。わーい、大盛り上がりなんじゃないですか。お、楽しそう楽しそう、こじんまりとしたお祭りやな、でもなんとなくはいはい、いやいや、まさか今年の国慶祭りには本物の国慶様がいらしてくださるとは、なんとめでたい方じゃ。めでたいめでたい。祭りの準備ご苦労だったメネトの村人よ。我が輩が来たからにはメネトの豊穣は約束されたも同然であるぞ。はい、うーん、ありがたいや、ありがたいや。いや、おもろいな、国慶。キャラがいいキャラやったわ、ほんまに。ちょっと偉そうやけど、ええキャラやわ。では、国慶様の聖なる鳴き声にて、国慶祭りの開始とする。それでは、国慶様、お願いしますぞ。私も一緒に言う。せーの。いいだろう。はい。国慶、国慶。はい、コッケ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 、エコーがええわ。いざ始まった国慶
祭りの始まりじゃ。みんなのもの思う存分食べて飲んで楽しむのじゃぞ。コッケン様のおかげでずっと明るかったね、メネト村。いいストーリーが、なんやろ、重いストーリーではあったんやろうけど、コッケン様のおかげで明るく進められた。コケちゃんってコケちゃん、本当にコッケン祭りのコッケン様だったんだね。ちょっと疑ってたんやまだ。コッケンはずっと昔から太陽の使いとして守護天使と同じくらい、いや、すごい、それ以上にメネト村で信奉される存在だったんだよ。とはいえ、本物がコッケン祭りに参加するのはこれまでの歴史でも前代未聞のことだけどね。まあ今回はいろいろあったからええんちゃいますね。え、長い眠りから目覚めて。そういえば気になっていたんだけど、隊長たちは俺が守護天使だって予想がついていたみたいだったね。私も途中からそうなんじゃないかなってちょっと思ってたりする。もしかして誰かから守護天使の話を聞いたのかな。はい、実はね、いろいろあったんです。我々もね、守護天使マギエルに言われてゼニアスの各地にいる守護天使を探していたことを説明した。そうか、マギエル様が。ならば近いうちに召集があるかもしれないな。隊長、これを渡しておくよ。マギエル様から3つの神器を集めるように言われているだろうからさ。2つ目ありがとうございます。うん、綺麗な色ですね。はい、隊長には本当に助けてもらったから、今度は俺が恩返しをする番だ。何かあったらいつでも駆けつけるからね。ね、次やるの楽しみにしてます。あ、村長、長老も来ました。おお、はい、ここに集まっておったのか。探したぞい、お前さんたち。またしてもお前さんたちに村を救われたでな。たんまり礼をさせてもらいたいと思っておったのじゃ。受け取ってくれ。たんまり、はい、経験値ありがとうございます。ゴールドもね。いやはや、トープス、まさかあのやんちゃなお前さんが守護天使様だったとは。ともげたぞい。みんなもびっくりやね。どうりで夢を見ていた時でもずっとお前さんがそばにいてくれたわけだな。本当に天使様には感謝しておりますぞ。ん、やめてよロナじいさん、今まで通りただのトープスでいいってば。うん、そうか。お前さんがそうしてほしいなら。トープス、それにみんなも、黒鍵温度が始まるよ。黒鍵温度。そんな端っこで話してないで、かわいい、宿り木の方に来てみんなで踊ろうよ。簡単そう、楽しそう。これならね、やるやる、みんなで踊れます、ね、ほら、マル君もヒュー君も行こう。みんな踊ってほしいわ。あ、かわいい、主人公かわいい。喜んで。ゼクレスの舞踏会ではよく踊っていたけど、みんなで輪になって踊るのは初めてだよ。温度温度。あ、ね、アスバルはね、足、ヒューズも。あ、いや、俺はそういうのはパスするぜ。じゃあヒューザも踊ってや。あ、来た、コッキー。コッケン様。おいお前、我が輩を称える踊りに参加しないとは何事じゃ。問答無用で強制参加に決まっておろう。強制参加、お前が踊る気になるまで離れんぞ。さあ踊るのじゃ。めっちゃ鬱陶しそう、パタパタしてるわ。頭の上で、わかったよ。わかったよ。こはい、あ、いいね、かわいい、かわいい、みんな。え、ちょっと踊ってるとこ見せてくれへんの。ちょっとなんでよ。ユーザーの踊ってる、あ、じゃあこの後見れそうですね。はい、沙織たちは黒鍵温度を踊って楽しい時を過ごした。踊ってる踊ってる。
メネト村の人々は守護天使のトープスを温かく迎え、村人は皆久々の国慶祭りを心から楽しんだ。よかったね。国慶祭りは夜通し続き、そして夜が明けた。残りの守護天使を目覚めさせるため他の町へ向かおう。あとはムニエルだけになりました。よかった。はーい、あ、もう祭りの後ですね。ちょっと村に戻って最後話を聞きますか。はい、長老お疲れ様でした。いろいろ、いやはや、まさかトープスがずっと昔からわしらのことを見守ってくださっていた守護天使様だったとはな。通りで眠っていた間もずっとあやつが一緒にいてくれたわけじゃ。長い間一人で辛かったろうに、感謝してもしきれんよ、ね、すっごい長い期間ね、眠り続けていたんでしょうからね。国慶祭りの料理は美味しかったろ。特訓したおかげですっかり料理の勘を取り戻せたからね。しかし国慶様ってのは何でも食べるね。鶏の姿をしてるのに肉料理を食べた時はびっくり仰天しちまったよ。国慶様はしゃいでる、肉を食べる鶏、確かにちょっと恐ろしいね。あ、ティセちゃんがここにいましたね。話しかけましょう。今年の国慶祭りはトープスとサオリさんと一緒に参加できたから今までで一番楽しかったよ。みんなトープスが守護天使様だったってことも受け入れてくれたし、本当に良かったよね。来年もみんなでお祭りに行けたらいいな。どんな方でかわいい。トープスはさすがにここにはいなさそうかな。うん、ちょっとマップで確認してみたけど、さすがにトープスはどっかに、まあどっか遠くから見守ってるのかな。はいはい、というわけでメネト村のストーリー完結いたしました。いやー、謎が解けてトープスが守護天使ということでね。やっぱり守るためにみんなを眠らせていたんですね。うんうん。でもそれによってね、悪夢があんな魔物の姿となって、で魔物がさらにね住民たちを苦しめていたと言ったら、まあトープスが原因でもあるが、いやでもやっぱり眠らせてなかったとしたらどうなってたかわかんないね。この村もね、ちゃんと守れてたかっていうのがわかんないと思うし、守れてなかったんじゃないかなとも思うから。でいいタイミングで多分みんな目覚めたと思うんですよ。こっから主人公たちがね、ゼニアスの世界に光を、さらなる光をもたらしてね、ハッピーハッピーな感じになってったらいいなと思いますね。本当にね、ティセちゃんと関わることによってやっぱりこのゼニアスの人たち守りたいなってね思いましたし、ちょっと喪失の呪いを解くというね、はい、本来の目的も頑張ろうってモチベーションになりましたね。やっぱりまあでも3種の神器のうち2つもう手に入ったから、弓と矢、あとは鶴か、鶴の部分を、はい、ゲットすれば OK ということでよかったでございます。で、あの悪夢を生み出す原因となったのはトープス君というよりはジアクトですね。ジアクトとの記憶が悪夢となって蘇ってしまったっていうことで、うわー、またジアクトと絡むのも今後はちょっとドキドキいたしますね。はい、というわけで次はムニエカのストーリーを進めたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。